はい、皆さんこんにちは、あみです。今回はですね、前回8ミニッツメイクアップに挑戦しました。で、その動画は下に貼っときます。まあ8分で一応メイクはしたんですけれども、まあクオリティが低いのと、8分ってなんだよっていうところから、今回は5分、5ミニッツメイクアップに挑戦したいと思います。はい、という感じで、じゃあね、早速始めていきたいと思います。で、方法は前回と一緒です。昨日たまたま撮影でメイク道具持ってかなくちゃいけなかったので、いつも使うメイク道具じゃないものも大量に入っています。この中から、使うものを取ってメイクしていくっていう感じで、いつもの感じ、普段の感じでメイクしていきます。めっちゃ緊張するんですよ。本当に緊張します。なんだろう、なんかすごく緊張するんですよね。とにかく始めていきたいと思います。はい、5分。あー、やばい、本当に緊張する。いきますよ、よーいやだー、超緊張する。はい、じゃあいきます、よーい、スタート。空振ったちょっと、はい、じゃあもう真面目にいきます。はい、よーい、スタート。ちゃ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 ね、前回音楽がないって言われたので、今回はちゃんと編集で音楽つけようと思います。まず二重のテープね、貼っていきます。これは、二重のテープ貼って、いいや、変でもやばい、もう30秒。え、嘘、こんなので30秒も取られて、あー、二重の幅違う、いいや。はい、まず BB クリーム、日焼け止めの BB クリーム、メイベリンです。お、適当にベース塗って、前回の反省点として、リキッドで仕上げたのが間違いだったと思うんですよね。で、コンシーラー、ね、これでハイライト効果もありつつ、で、今回はパウダーで仕上げます。わぁ、超適当だけど、使ってるのはメイベリンです。私は色が黒いので3番のお色です。こんな感じ、目の下、まぶたと。はい、おー、いい感じじゃないですか。そしたら眉毛、ペンシルどこ、あった、あと3分ほど。そう、眉毛があんまり得意じゃないんだな。キャー、やばい、見えてる？見えてない？やばい、なんかおかしくなった、やばい。まあいっか、あと2分。眉毛はこんな感じでいいかな。で、チーク、眉毛とチークとりあえず塗っとけばどうにかなるんじゃね、と思う。したらアイシャドウね、アイシャドウ何でもいいけど、1分40秒、あ、いける、絶対いける、多分いける、絶対いける、いくぞいくぞ。あ、やばい、アイテープ剥がれてる。ちょっとアイライナー引いて、
く先のとこ。いいでしょ。はい、したら油断やってますから。このマスカラは下地なくても綺麗に塗れるからこれに。淡いんだけどアイテープ剥がれてる。どうしたま、すげー塗って、やばい、終わる。はい、メイク完成です。どうでしょうか、こんな感じです。やっぱ眉毛かな。眉毛がちょっと太い。でも他は別に問題なさそうですね。こんな感じです。眉毛なし、眉毛あり。眉毛なし、眉毛あり。眉毛のせいですね、これは。まあでも、いいんじゃないですか？これで5分なら。多分使ったものもめっちゃ少ないと思います。じゃあ最後に使ったものを紹介して終わりたいと思います。まず一つ目、このメイベリンのピュアミネラル BB クリームのナチュラルベージュ。2色あって暗い方です。で、これはあの SPF50 の PA3 プラスあるので、最近はよくこれを使っています。UV ケアっていうのはあんまりしてなかったんですけど、気にし始めて結構皆さんに去年怒られたので、今年ちょっとちゃんとやろうと思って、これをね、購入しました。これ小さいサイズなので、500円くらいで売っています。メイベリンのインスタントトリートメントコンシーラー。これ海外のものなんですけど、今ドンキでも売っていますね。これを使っています。パウダーだとどうしてものっぺり感っていうか、全部、なんだろう、透明感っていうのがあまりなくなっちゃうので、あんまり使わないんですけど、パウダーは。でもパウダー今回時短ということでパウダーを使ったので、これでねちゃんと目の下のハイライト透明感っていうか入れました。そしてパウダーですね、これメイベリンのなんだっけな、これシール貼ってないんですよね。なんか新しいやつです。ポアカバーなん的な感じのパウダーだったと思います。のオークル3番、一番暗い色ですかねを使っています。パウダーファンデはこれとインテグレートくらいしか持ってないです。時間がない時とかもうさささっとお家出たい時はだいたいこのこれを使ってバーっとメイクして出ますが、あんまりパウダーファンデは本当にほとんど使わないです。ドーリーウィンクのものです。と色はチョコブラウンっていう色です。こんな感じの普通のブラウンですね。使ったアイシャドウはこちらケイトの、ブラウンシェードアイツの BR5 番、こんな感じのお色です。綺麗なラメがザクザク入っている感じのアイシャドウです。これ使うだけで一発で結構目元華やかになるのでよく使いますね。リップはここにパッと入ってたのを使ったんですけど、これはタイで買ったやつです。なんかちょっとティントっぽい感じで結構色がステイしてくれて、結構薄めにつけたんですけど濃いめにつければ濃いめにも発色します。こんな感じでチークもいつも通りこれですね、シバナカラーズ。これもタイで買った最近すごいお気に入りの濃いめのチークです。このぐらい濃いチークってなかなかドラッグストアで売ってないので、日本だとなんかいいプチプラのこんぐらい濃いチークが知っている方ぜひぜひ教えてください。アイライナーはこちらです。ブリジットのラスティングブラウンリキッドアイライナー、ヒロインメイクのロング&カールマスカラスーパーウォータープルーフ。これはすごいウォータープルーフで落とすの結構大変なんですけど、なんか急いでる時とか下地塗りたくない時とか一発でもう本当失敗したくないって時はこれをよく使います。でブラシがね
結構こういう感じでしっかりめのブラシになっていて、毛のブラシなんですけど、ボタッというまつげにならずにしっかりとコーミングしてくれるので、一発で綺麗なまつげができますっていう感じですかね。はい、今回はそんな感じの5ミニッツメイクアップチャレンジの動画でした。楽しんでいただけたら幸いです。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。